ヘイムダルが、フレイヤにブリーシン画面の首飾りを返す場面。ニルス・ブロメールによる。写本、AM738-42 に描かれた、バルハラ。門に、ヘイムダルがいる。ヘイムダルは、北欧神話の光の神。白いアースとも呼ばれる。スノーリのエッタ第一部、ギュルビタブラカシ、第27章の説明では、ヘイムダルは、母親たる九人姉妹の息子とされる。 この章に一部が引用されているし、ヘイムダルの謎において、九人の母の子、九人姉妹の息子と歌われているが、この姉妹は海の波と考えることもできる。さらに、ヘイムダルを波の間から登る行行と解釈する研究者もおり、このことから本来は生成の神の性格を持っていたとも推察される。眠りを必要とせず、夜でも昼と同じくマイル先を見ることができ、 草の伸びる、わずかな音でさえも聞き取る鋭い耳を持っていたことから、アースガルズの見張り番の役目を追う。彼の住居は、ヒミンビョルグといい、アース親族の国アースガルズと人間の国、ミズガルズをつなぐ、虹の橋、ビフレストに近い場所にある。ツノブエ・ギャラルホールンの持ち主で、このツノブエが鳴らされた時が、ラグナロクの訪れを意味する。すなわち、 巨人の軍勢がビフレストを渡って、アースガルズへ攻め上ってくるのを見つけると、彼は、ギャラルホルーンを鳴らして、神々にそのことを知らせるのである。コエッタのスリムの歌第十五節では、容姿が神の中で最も美しく、万神族と同じように未来がわかる神だとされている。彼は、しばしば、コエッタのリーグルの歌に登場する、人間の三つの階級を作ったリーグと、同一視される。 ミコの予言冒頭では人間のことをヘイムダルの子らと呼んでいるがそのケニ人グの由来となるのがリーグルの歌であろうと考えられている。ロキの口論第48節においてはヘイムダルはロキから昔は背中を濡らしながら常に目を覚ましていて見張り番をしなければならなかったと馴染られている。ロキとの関係についてはロキが愛の女神フレイヤの所有するブリーシン画面の 首飾りを盗んだ時にはこれを奪還すべくロッキを追跡して激しい戦いの後に無事に取り戻したという逸話がある。スカルド詩人のウルブーカソンによる家の昇化ではヘイムダルとこのことが因縁になってか世界の終末ラグナロクでは今しめから解放されたロッキと戦い合いちになる。ギルビタブラカ詞第27節によるとヘイムダルは グルトップという素晴らしい馬も持っていたと言われている。同第四十九節では、ヘイムダルがバルドルの葬儀にグルトップで出かけたと説明されている。スルムの歌によると、巨人の王、スルムによって、トールのミョルニルが盗まれた際には、トールが花嫁に分けて、巨人の国へ行くことを提案している。なお、死後法では、ヘイムダルを表す家人具として、ロキの敵、 クレイヤの首輪の探し手などを紹介している。スノーリストゥルルソンは、ユングリング家の佐賀第五章においても、ヘイムダルが、ヒミンビョルグに居住したとしている。それは、ログ湖のほとりの古、シグトゥーナにあり、ヘイムダルは、神殿のご自として、オーディンからその地を与えられた。ありがとうございます。